あの西村康彦国内庁長官がですね、えー、と天皇陛下の、えーまあ、オリンピックに関する発言を、まあ、記者会見でお考えをですね記者会見でそのこういうふうに拝察しますとおっしゃられたっていうことでそれが異常ないろんな反問を呼んでるんですけどこの西村さんっていう方はですね、えー、と東大法学部を出た後に、えー、警察庁に警,警察庁に入られましてでずっとそれからまあ えー、そういう警察畑特に警備畑をあの、まあ、公安とかですね警備の、えー、畑を歩かれてきて、まあ、途中でですねあのフィリピンの日本国大使館の同省機関とかに出られてるんですけど、えー、沖縄県警本部長だった時に、えー、九州沖縄サミットですね第2次世界主要国首脳会議の警備を指揮されてたということで,でその後にえに、ー、警視総監をされて、えー、内閣機関 管理官、そして宮内庁事情、そして宮内庁長官になられたということで、えっ、ー、と要するに警察官僚でまあ、官僚の方なんですけど、プレスオフィサーではないんですよ。パブリックレーションズに関する専門家ではないんですよね？で、今回のご発言も西村さん、官庁官のご発言もえー、まあ、本来ですね。これは、あのプレスオフィサーというか、えっ、ー、とこういうなんか、非常にあの反響が多いだろうと推察される。 ことについては十分にそういうメディア対応の専門家とかが文言を練り上げてやるのがいいんでしょうけど日本の場合どうしても宮内庁長官っていうのはこういう形でそのまあ総務省とか警察庁とかそこら辺の方々の外務省の方もいらっしゃるのかなえっとそういう官僚の方がなられることが多いんで必ずしもプレス対応の専門家でではないんですよねで西村さんはだからそういう意味においてはえっとど,どうしてこの発言をされたのかってことがわからないんですけども。 まあ今回のそのオリンピック・パラリンピックが、ね、天皇陛下が名誉総裁になられているということで,で開会式の時にも通常ですねあの天皇陛下が出られて、えー、その開会を宣言するみたいなことがあられるんで、えー、オリンピック・パラリンピックに伴っていろいろ起こることについて天皇陛下にいろんなことがいくということを懸念されて、まあ、西村さんがこういうことをおっしゃったっていう可能性はあると思うんですけども先生はあの てあのその会見の中で天皇陛下ご自身がおっしゃったことではないというふうに言葉、えー、を言われてるんですよだか,らだから非常にだから不思議な成り立ちをしてて天皇陛下がおっしゃったことではないんだけど西村さんがそういうふうに拝察したというような発言なんですね。で、えー、っとそれに対して、えー、っとプレスの方からこれはオンつまり、えー、報じていいことなのかって言ったら聞いたら西村さんはい報じてもいいですというふうに答えお答えになってるんで。 ある意味ではその西村さんの中ではまあ確信を持ってというかですねえとそれがえプレスで報じられることはまあ,えとあらかじめ頭に入れた上えでご発言になってるんだということだと思うんですけどそれに対して加藤官房長官がそれはえ西村さんの考えお考えだろうと。 おっっっっししゃててててるってこれははもう構造としては間違ってないんですよ、ね、つまりえっ、ー、とあくまでも西村さんはそのように天皇陛下がお感じになってらっしゃると拝察するとおっしゃってるわけですからえっ、ー、と天皇陛下自身のご発言ではないわけで西村さんが天皇陛下のご様子を見ていてそのように西村さんが思われたということですから構造としては。えっ、ー、と加藤さんが、えー、とこれそれは宮内庁長官の ご,ご意見なんじゃないですかって言ってるのはまあその通りだと思いますで以上なんですよねこの今回の発言の構造としてはで外国のメディアでもこれが報じられましていろいろそのまああの議論を巻き起こしているところでありますけどもやっぱり僕前から思ったのはその日本の皇室はやっぱりプレスオフィサーをちゃんと置くべきだろうと思うんですね。えー、と宮内庁長官は先ほども見ましたように 官僚でえっとま西、あ、村さんの場合は警察畑ですけど、あのパブリックリエーションズの対応をする専門家ではないんですよね？で、そういう体制に僕はすべきだと思うんですよ。で、広報対応って元と,とも難しくて、えー、まあ。今回はこういうオリンピック、パラリンピックで。たまたま陛下がえー、メイドソーサーとして関われていて、開会式でえっ、ー、といろんな役割をなさる立場だから。 陛下に関わることででもあるんでこの発言はそういう文脈では理解できるんですけども一般にやっぱりあのお料理に触れですねあの、まあ、例えば小室圭さんの問題にしてもそうですけどもやっぱりステートメントっていうのをあの出す体制の方がえっ、ー、とまあ望ましい、ね。西村さん今回会見でもおっしゃったんですけど通常はやっぱりあの練りに練り上げられた文章を あのそれが天皇陛下は別にあの憲法上国政に関わることはないわけですから、えっと、そこら辺のニュアンスとかも含めてやっぱりどういうタイミングでどういうことをおっしゃられるのかっていうのはあの非常に高度なパブリック・リレーションズのまあなんていうか検討が必要で西村さんはそれの専門家では僕はないと思いますのであのそこら辺がちょっと 何ていうか日本の皇室が、えっと、持っている課題だと思います。でこれは今回たまたま東京オリンピックパラリンピックでこれ国際的な関心が高いことなわけですけども、えっと、こういう発言ってやっぱり今日本の皇室に対する、えー、関心っては高いんで極めてやっぱり日本世界で最も古い、えー、皇室って,ういう、まあ、ていうかそういう何ていうか世襲による、まあ、元首なわけですから。 あの非常に関心が高いんでですからそのやっぱり広報体制ととしてははかなり不備だと僕は思うんですよねで西村さんあの前にもですねあの小室圭さんの、えー、文書について今回の文書で事実関係や経緯が理解されたできたというふうにおっしゃったんですけどそれについても、まあ、今まで申し上げたようにそのプレス対応として別に練り上げられてる話ではないんですよね。 だその宮内庁長官の、まあ、西村さんは立派な方だと思うんですけど宮内庁長官の個性とか言葉のものの言い方にあの要するに宮内庁長官という立場でお話になってるわけですから西村さんという一個人じゃなくて宮内庁長官という立場でお話になってるわけですからもの物の言い方にそういうなんか皇室のイメージとか印象あるいは天皇陛下の、えー、とお考えが。 あの左右のを拝察したものが左右されてしまって体制は極めて良くないだろうと僕は思ったます。西村さんが悪いというよりも体制があんまり整ってないなって感じが、えー、私はします。だからそこはちゃんと宮内庁が考えた方がいいんだろうなと。だからもちろ西村さんはあとあと在任期間がどれぐらいあるかわかんないんですけども、えっ、ー、と2019年12月17日から、えー、宮内庁長官になられているようですが。 その前に宮内庁次長として2016年9月26日からあのお務めになってらっしゃるようですけど、ぜひあの西村さんが宮内庁長官でいらっしゃる間に、えー、プレスオフィサーというか広報担当官そこら辺の体制を、えー、整えていただけたらいいなとあの思います。あの西村さんえ必ずしいもごそのご発言が、えー、なんていうんでしょうか適切かどうかってことについてはさまざまな議論があるわけですから前の小室さんの時もそうですけども。 あのまあ、えー、ちょっとそういう一個人の資質に依存しちゃうような体制っていうのはどうなんだろうかというふうに思います。あともちろんこれが宮内庁長官の発言なんですけど宮内庁長官っていうのも一つの行政機構の一つなんで今回の加藤官房すごくだから不思議なのは加藤官房長官とまあそこがあるわけですね。加藤官官房長官は西村さんの 意見だろうっって言ったでも本来は皇室プレスから出るものというのは皇室から出るものっていうのはそのまあ基本的に政府と一体なものですからその政府の中である種の調整が行われて出てこなくちゃ本当はプレスオフィサーとしてはおかしい感じがするわけじゃないですか。ですからその、えーとまあ、これイギリスの王室のバッキンガム宮殿と 要するにエリザベス女王と政府時々の政府との関係ってのはいろいろあるわけなんですけど少なくとも連絡とかは取ってるわけだから日本のその宮内庁もあの西村さんが宮内庁の中でいろいろやってるというだけじゃなくてやっぱりちゃんと連絡を取ってあの発言するんだったら発言するっていうふうにしなくちゃいけないと思うんでそういう意味においてはやっぱり体制が明らかに不備なんじゃないかなと思いますけどね。 えー、その、まあ、文字を、えー、ちゃんと文面を突き詰めてやる対戦しないといけないんじゃないかなと思います。あの天皇陛下についてはですねあの私あの何回もあの皇太子の時代からオペラに行くといらっしゃってでとてもそのお人柄とか見ているとあのそれこそ拝察させていただくととても誠実であの芸術を愛する素晴らしい方人間の 人間というものに対する非常にあの深い洞察と深い愛にあふれらっしゃる方だと思うんでえまあそういう天皇陛下のお人柄とかがよりいい形で日本の国の内外にえ伝わるという意味においてもとにかく広報体制をちゃんと整備した方がいいんじゃないかなと西村さんという一人の長官のえ資質人間性に左右されるような体制は望ましくないなと。 私は思っています。以上です。